イケメン入りまーす。シュどうも、超絶イケメンです。ということで、本日もね、僕が立ち上げたムード歌謡曲グループ、爆裂の活動報告をね、していこうと思います。でね、今日はね、俺マジでブチ切れてっからね。ブチ切れてるから。もうガチでブチ切れてるから。俺だけじゃない。メンバーも、うん。美咲さんも、サシコン氏も、カズオさんも、メタリックバンパイアも、みんなブチ切れてるから。うん。みんなブチ切れてるからね、今日は。何が起きたのかっていうと、実はね、国民的某ミュージック番組に呼ばれたんですよね。で、そこに、まあ、4グループのミュージシャンがいたんですよ。うん。ね。で、まあ、4グループ中、まあ、僕らとね、あとまあ、そこそこ僕らほどじゃないけど有名なミュージシャンがいて、でね、一グループちょっと訳の分かんない奴らがいたんですよ。うん。4グループ中、まあ、一グループだけちょっとよく分かんない。何なのこいつらっていうのが座ってたんですよ。で、美咲さんにさ、あいつら誰ですか？いや、分かんないですね。みたいなこと言ってて、うん。で、MC のさ、森田さんがさ、じゃあ本日はね、今回の曲が、デビュー曲になる、ギャランドゥさんに、ちょっとお話をお伺いしましょうみたいな、ギャランドゥっていう、なんかバンドグループなんだけど、で、いいかね、バンドグループっていうかね、YouTuber らしいんですよね。うん。4人組の高校生 YouTuber。うん。4人組の高校生 YouTuber で、だからね、ほんとゴミみたいな、ほんとつまんねえ動画を出し続けてたら、結構売れてきちゃって、で、事務所に入ってさ、ゴリ押しでさ、なんか、別にミュージシャンでもないのに、なんか、遊びで音楽を始めたのよ、そいつら。で、事務所のゴリ押しで、その、ミュージック番組に出ちゃったらしいんですよ。うん。で、なんでこんな奴らと一緒に出なきゃいけないのと思ってたらさ、まあ、MC のさ、森田さんと、その、ギャランティーのメンバーのその、すげえなんか、もうほんと内容のないゴミみたいな、会話が進んでいって、で、じゃあ歌のね、スタンバイに入る前に、爆裂さんに、なんか言いたいことがあるっていうことなんでね、ちょっとね、爆裂さんに伝えてもらいましょうみたいな。何それと思ったら、そいつらがいきなり俺たちのとこ来てさ、おい、爆裂！いつまでも調子に乗ってんじゃねえぞ、チェケラッチョーみたいなことを言ってきたんだ、俺たち。なんだこの、知恵遅れ買った生姜みたいなやつと思って。うん。いつまでも、そこに座らせねえかんな、みたいな。分かったか、ジジイみたいなこと言ってきたんだよ。高校生4人組のギャランドゥっていう、ゴミみたいな YouTuber グループが。うん。で、俺たちがよ、本当の音楽教えてやるぜみたいなことを俺らに言ってきて。で、始まったんですよ、それとは。うん。で、演奏はしないんだけど、そのデビューシングル、うん。金はたまらねえが、チンカツはたまるっていう歌を歌い出したんですよ。うん。金がたまらねえ、金がたまらねえ、だけどチンカツはたまる、みたいな歌を歌い出して。で、もう、その4人がさ、もうしっちゃかめっちゃかもう、猿みたいに走り回ってんのよ、ステージを。うん。もう、知恵遅れ買った生涯がもう、境界指導みたいな感じで、もう、キャッコラキャッコラ、もうほんと、走り回って、で、歌い終わった後さ、うん。で、分かったか、爆裂、これが俺たちの挑戦状だぜみたいな感じでさ、終わったんだけど、もう、美咲さん、ドン引きしてたからね。うん、もう、サシコン氏とメタリックバンパイとカズオさんももう、ドン引き。うん。なんだこの境界っていうのと思って。うん。で、後から調べたら何、あいつら何、登録者何、100万人いんの？え、あんなゴミどもに？え、100万人もこの世界にバカがいるの？あいつらと同じ、バカか、知恵遅れか、発達障害か、境界知能がいいの、100万人も。もうさ、がっかりしちゃったと同時に怒りが込み上げてきてさ。またあの P か。え？またあの P か。さ、あの P はもう、クビだな。俺たちの権限で首。もう悪いけど明日から、北千住の土手で空き缶拾いだよ。もうほんと首。
あんなの連れてきやがってさ。ていうかさ、あいつらもあいつらでさ、出るなよ。たまに、ね。仕事って基本的に断っちゃダメだよ。でも、たまにね、引いた方がいい時もあるよって。うん。あの場所にさ、お前らみたいな、ね。高校生でたまたま YouTube やったら売れちゃった4人グループは調子に乗って音楽なんかやったことないのに、ね。事務所に勧められて音楽やって、ね。もう、学芸会文化祭以下の、ゴミみたいな音楽を披露してさ。逆にそういう時ってね、断った方がいい時もあるから。断った方がいい時もあるよ。進むだけじゃなくてさ、聞くことも大事だからさ。いや、マジで、今のちょっと日本の音楽シーン、やばいね。あんなゴミどもと、テレビ出るとは思わなかったな。まあ、あいつらが出るんだったらもうあそこ行かないけどね。はい、そんな感じでね。今日はね、メンバーともども僕たち全員ぶち切れたっていうね、話でした。そんな感じでね。イケメン変えましたな。